嬉しいです。本当に。なんか今日背景違くない？さっきまでこれだった？すごい、今日2回目なんですけど。なんか1回目こんな背景だったっけ？サイン会は先にサインを書いてないと、まあ、別にいいんですけど、めっちゃ押しちゃうんですよね。めちゃくちゃ押すんですよね。めちゃくちゃ押しちゃうんで。あら、サイン会以外。だから先にサインを書いて、みんなと、まあ言ってすがらそんな、あんま見られてる中対応とかそういうのあんま好きじゃないんだけど。好きじゃないんだけど。なんか緊張しちゃうよね。YouTube って。実物の方が、いい。実物の方がいい、あれします。実物の方がいいです。実物の対応の方がいいです。実物の対応の方がいいです。はい。多分配信の時の菅原は多分あんまりよろしくないと思います。自分で言うのもあれだけど、実物であった方が対応がいいと思うので、もし気になってる方は、握手会、トーク会でお待ちしてます。ではお待ちしております。よろしくお願いします。でもどっちかって言ったら、う。どっちの方が多い。実物の方が、そう、いいだけ。モバメやめた。モバメやめたとは、どういうことかね。明日から4時販売なので、よかったら、おしゃべりしたい人、待ってまーす。やっぱもう5月、もう少しなので、あと1ヶ月後に会えるので楽しみにしてます。だからそれに合わせてお洋服も見てます。やっぱ特会がね、あるからお洋服買ってもいいよねって感じ。買ってもいい感じ。何話したらいいか分かんないのかな？合ってんのかな？何話したらいいか分かんないの？スガラとじゃあ別に話したいことがないってこと？まあ、話さなくてもいいんじゃない？顔合わせ的な。って思います。って思います。こうやって見たらさ、なんか髪の毛伸びた感じするよね。なんかストレートの時はあんま気にならなかったけど。てか、ボサボサめちゃくちゃ。もう巻きが。巻きがめちゃくちゃもう取れまくって。めっちゃ髪の毛短い。切れ毛やば。こうやって見たらね、髪の毛めっちゃさ、なんかいつも家で、なんかお風呂上がりとかで見る分、髪の長さあんま変わんないなって思ってたけど。なんか髪の毛巻いた方がなぜか長く見える。長く見えません？なんか。すがらだけ？ストレートよりもなんかすがら巻いた方が長く感じるんだけど。わかんない。パーカー。首が見えるからそう思うのか。
なんか長く見える。不思議です、本当に。なんか長く見える。なんでだろう。でもなんか長く見えません？え、菅原だけそう思うの？みんなも思わない？でもボリューム出てもさ、出たらなんかもっとこっちにこうなってさ、なんか短くなるじゃん。で、なんか最近、なんか巻き髪がなんか、すごい、意外と、菅原あんまり巻き髪、今まで多分、この長さで巻き髪をやってこなかったんですよ。あんまり。やっぱ、もうこの長さになったら、髪の毛結ぶこととかが増えたり、あと、外ハネが多いんですよ。菅原。だけど、なんか、でも本当あんま巻き髪菅原人生であんまや、多分やってないんですよね。表でも。私裏でもあんまなくて、ロングの時以外は巻くことがないから、あんまやってこなかったんだけど。なんか巻き髪いい感じじゃない？ってことに最近気づいた。なんか似合ってるかもって思った。似合ってません？なんかストレート系が多いの、菅原は。やっぱ下ろすとき。構、外跳ねとか。なんか巻き髪が意外と似合ってることを知れた、ここ最近で。でも、やっぱ。髪の毛こうやって短い毛がいっぱいいるから巻くの大変なんですよね。めっちゃ短いの、こいつ。レイヤーみたいなのがいっぱい入ってる。とってもレイヤーちゃんがいっぱいいる。ら、いっぱいいるの。だからね、メイクさんとかからしたら巻くのめちゃくちゃ大変だと思う。私ね、こうやってちゃんとセットしてないと、このボロボロが気になってしまう。みんなと話したら、なんかやる気出たかも。やらないという。ちょっと眠くなっちゃった、話したら。まあもうちょっとそろそろ5月になったら、やっぱ髪型イメチェンしたいですよね。イメチェン。やっぱ菅原って結構飽き性だから、なんか毎月、意外と菅原髪色変わってないんですよ。意外と髪色は変わってないんですよ。実は。みんな、コロコロ変わってるイメージあるかもしれないけど、髪色ってそれは結構いつも割と一緒なんですよ、髪色が。でも、イメチェン。だから、なんか前髪とかそうすぐ切りたくなっちゃう。なんかしら入れたくなる。でも、次何しようかなって感じ。でも、まあ、レイヤーが入っているので、綺麗にレイヤーを入れてもらって、これは綺麗毛で成り立っているレイヤーなので、ちゃんとしたレイヤーを入れてもらおうかなって感じ。いや、髪色はね、本当はね、本当は、ハイトーンにしたいんですよ。本当はめちゃくちゃハイトーンにしたいんですよ。見てください。とっても短いんですよ。とっても、ほら、違うの、10センチぐらい違うんですよ。って言われてない。多分ね、大人の人は結構菅原の髪色について諦めてる人が多いと思う。大人の人は菅原の髪色を諦めてる人が多いです。ね、ほののぐらいやりたいけど、こうやって短い毛がね、いっぱいいるんですよ。だからね、したいんですけど、しにくいんですよね、
髪の毛がなくなっちゃう。気づいたらショートカットになっちゃうから。まあでもショートカットになっちゃうから何とも言えないんだけど。豚骨ラーメン色結構好きなんだよね。ですからさ、多分気づいたら多分1年に1回はさ、ブリーチしてんだよね。あ、長かった。短い木かと思ったら長かった。ちょっと、意外と楽ではないんだよね。菅原が、の毛、結構、意外とくせ毛なんですよ、菅原の毛って。だから、なんか、わざ、いちいちセットするのがだるいんですよ。でも、ボブ似合っちゃうんだよな、ショートカット似合っちゃうんですよ、私。似合っちゃってるからな。そうね、寝癖直すのだるいからさ。ってなると、帽子が必然的に、必要なんですよね、私は。なんで私ってこう、ショートも似合っちゃうんだ。なんか一時期めっちゃ、一回やったことあるんですけど、こういうショートめっちゃやりたかった時期が。でもなんか今やるとちょっと違う。まあ、5月になったら髪型もしかしたら変わってるかもしれませんね。変わってないかもしれないし、変わってるかもしれないし。どうなっているかはわかりません。やっぱじ、あの、自分でね、自信、なんかやっぱ自分のことを好きになってあげないと自信っていうものはつきませんから。私はやっぱり自分のことを否定することが多いので、してしまうことが多いので、自分のことを皆さんも好きでいてください。 最後何の話みたいな感じなんだけど、結構薄がこう、あるので、気分いい時ね、こう、あげ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 って感じでしていかないと。って感じです。どのマーヤンがマーヤンは好きなの？髪型で言ったら、結構やっぱハイトーン。髪の毛明るめが好きだね。まあ、髪の長さは、まあ、なんでもいいかなって感じ。なんでもいいかなって感じ。けど、髪色はやっぱ明るい方が好きですね。あと、インスピレーションの時ぐらい。去年が一番好き。去年とか、あと、ユニット対抗戦みたいな時とかも好き。ツーウェイの前髪してる時とか。あの時はもう髪色が明るくて結構好きですね。って感じです。みんなはどの時の菅原が好き？まあ、どの菅原も好きっていうのは前提に置いといてあげるけど、みんなはどの時の菅原が好きですか？好き？どの美女が好きですか？みんなは。私の中で。私はさっき言った中だと、やっぱ去年か、あと、そのユニット対抗戦の時のなんか前髪明るい時と明るくない時、明るいのと明るくないやつがあるやつです。お、暗い髪ね、今、常に行った。ああ、懐かしいね。遠距離ポスターした時もありましたわ。ああ、初期。パッツンってことは初期かな。笑ってる時、ありがとう。そんなの選ぶの難しいよ。そうですよ。黒髪派をインスピレーション。いつも新しい眉。もう明るい前髪の時。インスピレーション。意外とインスピレーションが、ファンの人からしたら、やっぱなんかあんまハイトーンさ、好きな人ってあんまいないじゃん。アイドルを知ってる人で。だから、なんかその、髪、
なんかインスピレーションの時は結構褒めてもらえて嬉しかったです。なんかやっぱファンの人結構さ、なんか暗い方が好きみたいなやっぱ人が多いやん。だからそんな中で明るいの好きって。でも全部みんなは好きって言ってくれるから、菅原も。好きピ なので、いろんなまえちゃんが恋しくなったら昔の写真を、何ですか？探って、いつのまやちゃんも愛してください。まあ、常に今のまやちゃんがみんな好きだと思うから、好きをこれからも更新し続けようね。って感じで気づいたらもう59分です。おやすみなさい。こんな遅くまで付き合ってくれてありがとうございました。ちゃんと頑張っていろいろと作業してからちゃんとやりたい。お風呂に入って寝たいと思います。寝落ちしないように頑張ります。みんなおやすみなさい。ありがとう。またねー。